テレワーク・在宅勤務をする人が増えるとともに、オンライン飲み会も増加しています。2人の子供を持つ英子さん、32は職場のオンライン飲み会に参加したところ、とても困惑することになりました。なぜでしょうか。特定社会保険労務士のいきなみさんが事例をもとに解説します。毎日新聞経済プレミア英子さんは、従業員数約400人の中堅商社で営業事務をしています。 新型コロナウイルス感染拡大を受け、国が緊急事態宣言を発令して以降、在宅勤務をしています。上司や同僚とはオンラインのビデオ会議システムで連絡を取っていますが、就業後に行われるオンラインの飲み会に困っています。英子さんは夫と4歳、2歳の子供との4人暮らしです。 普段は2人の子供の保育園への送り迎えがあるため、短時間勤務ですが、在宅勤務になってフルタイムで働いています。もともと A 子さんは、仕事とプライベートをしっかりと分けたいと考えています。上司や同僚とは仕事以外の付き合いを極力避け、職場で自分のことはほとんど話しません。そして仕事と子育てを両立するため、短時間勤務の時は残業ができない分、 昼休みを削ったり、仕事のやり方を工夫したりして、効率的に業務をするようにしていました。在宅勤務になってからも、A 子さんは業務をスムーズにこなしていました。そんな A 子さんのやり方を見習うようにと、 上司が他の社員に指示したことから、英子さんは同僚にオンライン上で業務の進め方についてレクチャーするようになり、普段職場ではほとんど話をしない同僚とも交流を持つようになりました。オンライン飲み会でくたくたに、そうした中、同僚が就業後にオンライン上でしている飲み会に誘われました。職場にいれば帰宅しないといけないので、などと断れますが。 在宅勤務のため言い訳にはなりません子供の世話があるのでと断ると子さんも登場したらいいじゃないですかと半ば強引に誘われてしまいました仕方なく指定された時間にビデオ会議システムにアクセスしました同僚は何度もオンライン飲み会をしているようで酒やつまみの準備も万全ですおのおの何があるかを報告し合っており始まる前から飲んでいる人もいましたそして A 子さんが参加するやいないやどんな家に住んでいるのか子どもや夫の顔を見せて欲しい後ろに写っている本棚にある本を自分も読んだがどう感じたかなどとプライベートに関する質問や要望を受けままししした。A、子さんは個人の領域に土足で踏み込まれてている気がして困惑しました。